打倒曹操を掲げる秋見ろです。はい、続けてきます。前回はこの巨匠に向かって序南、新竜、洛陽から部隊が攻めてきました。しかし全て撃退し、巨匠を守り抜くことに成功しました。今回はピンチをチャンスに変え、序南に攻めます。ただちょっと今攻防がまだできてないので、義援が帰ってくるのも待ちながら、攻防完成次第青嵐か勝者作って、それから序南に攻めたいと思います。お、順優が外交してきました。返してか、嫌です。巨匠はだいぶね、金が溜まるようになってきたんで、金と引き換えって言っても旨味をそこまで感じません。それよりも忠誠下げてこちらに引き込みましょう。つってもまだ100なんで、しばらく時間かかりそうですけど。そして攻防が完成したので、早速兵器を作っていきたいと思います。兵器どこで作るんだったっけな。あれ、兵装生産でいいのか、これか。で、青嵐か勝者か。そうですね、まあ、多分舞台が結構出てくると思うんで、とどめの攻撃って意味で青嵐を作りたいと思います。本当はね、投石台じゃない、投石か、投石台と投石は別なんですよね。投石作れたら一番いいんですけど、正直技巧ポイントをそこに使ってる余裕がないので、まず青嵐作ります。期間30日か、ちょっと長いですね。お、関海さん、関羽で東洋行けるそうです。はい、仲間入り。また曹操の武将一人奪っちゃいました。この方は火器だったっけな、ですね。火器さんはまだ無理か。長江は中性まだ下がらない。はい、巨匠で青嵐が完成したので出陣したいと思います。巨匠の兵7万、ある程度出陣しても全然防衛できると思います。陳竜4万5千とかでも、まあでも大丈夫かな。迷ってるのは諸葛亮をどうするかなんですよね。敵が巨匠に攻めてきた場合、諸葛亮なしで守るのは、まあ、できなくはないと思うんですけど、被害が増大する可能性が高いんですよね。いやでも敵がうちのこのね、巨匠の兵力を見てビビってなかなか攻めてこなかったら諸葛亮を無駄にしちゃうんで、やっぱり出しましょうか。ほんとな、宝刀が諸葛亮の代わりになってくれればいいんですけど、なかなかそれが難しいんですよね。関羽も槍兵で出します。誰よ、そういえば工場兵器で出すかなんだよな。兵器 S の人いたっけ。あ、各将さんがいる。いいね、各将さん。各将さん青嵐で出しましょう。ちょっとな、青嵐移動速度が遅いんで、米多めに持たす出せる必要があるかもしれません。160日ぐらいにしとくか。これで向かわせます。張飛も槍兵で出します。これで大丈夫かな。4部隊で、さらに深夜からも出します。深夜は誰で行くかな。旅網かな。統率91、武力81あるんで。しかもこの時代の旅網ってもう知力と政治が上がってる状態の時の旅網なんですね。いいね、いいね。旅網さん、頼む。なんとか、彼らを援護してくれ。槍兵、5000。で、こっちも122日分ぐらいでいくかな。序南に行け。さらにもう1部隊ぐらい出したいですね。あと、槍兵室なのは、序書か。高速84。深夜が狙われた時ちょっと怖いんですけど、今んとこ攻めてくる気配が全くないんでね。いいでしょう。もう序章も出しましょう。120日。これで、槍兵で、向かわせます。承知。ここまで出せば大丈夫でしょう。はい、序南からも部隊が出てきました。再演8000で、円関さん、円関で会ってたっけな、この方。円関で合ってますね。和1886で大した数じゃないですね。よし、委任解除して、まず三円さんに攻略、いや計略でしたね、計略のかくらやりましょう。100%。本来ならね、三円さんも頭いいんでこんなん簡単にかかんないんですけどね。いや、ほんと諸葛亮ありがてえ。いっ
気に減らすぞ。行け行け、進め、あとは委任で大丈夫かな。さあみんな突っ込め。これでも食らえ。お、あー上の方にも部隊来た。しかし立よりも両方の方が強い。では両方たちも委任解除しようかな。序章がどうだろう。博覧84%、よーし決まった。両方いけ。よし左は大丈夫ですね。カウンたちもちょっと前に出ながら再演攻撃。張飛との連携出ました。張飛も攻撃、はい再演捕まえました。捕虜で円環さんも撹乱したるわ。大した数じゃないけど青蘭の兵を減らしたくないんでね。では律もとどめさせちゃいます。捕まえることは残念ながらできませんでした。かけくれ 90%、 はい燃えましたね。で円環さんは倒す、はい捕まえました。本領よし、みんなあとはジョナンに突っ込め。ショカッちゃんも家系だ、くれ焼き払え。さあ敵部隊出てきました。ショカッちゃんに攻撃してきましたね。ヒヤか、面白い。ショカッちゃんに勝負を挑もうなど10年早いわ。いや10年じゃ足りないなもっともっと必要です。さあ調皮いくぞ。新タン攻撃、はい新タンさんも捕虜です。さあそしてセイランまだ届かないか。次のターンですね、セイランが活躍するのは。両毛も届くな。家計 89% 焼き払え。家計だったらカウンター来ないんですよね。さあまた舞台出てきた。セイラン狙ってきましたね。分かってるね、工場兵器の怖さを。しかし城は燃えてるんでね、兵は減ってってます。そしてショカッちゃん再びかくらんだ。はい、これで張飛とカウの連携で捕まえました。完了。いや素晴らしいね。よし、ではいよいよ青蘭のピアです。くらえ、うぜー、戦略素晴らしい威力です。いやー城に対してね、歩兵とかはあまり活躍できないんで、やっぱ工場兵器最高です。燃やせ燃やせ、どんどん燃やせ。さあ再びジョナンから兵出てきた。やはり狙いは青蘭部隊ですね。出てくるのはいいけど、出てくるたびに武将捕まえてますからね。再び捕まえたい。ほんとなー、ここが移動しにくいんですよね。こういうなんかキャラの表示名とかぶってるところ。やりました、光獣さん捕まえて投与、しかし失敗。捕虜、いやめちゃめちゃ今回捕虜にしてるぞ。確証さん先方ヒアだー、はい1500、素晴らしいダメージです。ショカッちゃんもなー、やるかー、かけ焼き払え。再びかけじゃー、燃やせー、さらにかけじゃー、燃やせ燃やせ、ガンガン燃やせ。いやかわいそうなぐらい燃えてますね。そして捕虜になっていたカキさん、カンペで投与いけるって言われてるんでやります。はい仲間入り、パチ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 。あとは長考さんだけですね。この長考さんが来てくれたら超嬉しい。あいけるって言われてる、いけ、やりました、超優秀な武将長考さんの仲間入りです。無双だとね、美しいって言ってる人です。さあ再びジョナンから出てきました。狙いは青蘭部隊、トキさんかなこれは。お、巨匠を狙って部隊出てきました。諸葛亮が不在なんでね、どうしよう、諸葛亮もういいや、巨匠に返そう。承知、向かってくれ諸葛ちゃん、停車してる、うん、いいよ、ただ帰るだけじゃなく攻撃までしていくなんて。さあそしてクライトさん撃破、
もうあとは、ピアで終わりでしょう。はい、上段陥落でーす。上段を見事攻略しました。これで3都市目。トキさん、東洋。みんなね、一発で東洋応じることほぼないですね。よーし、みんなとりあえず入るんだ。お呼びで。てかしまったな、諸葛亮も入れちゃって、それから移動させればよかった。舞台で帰らせるんじゃなくて完全にしくったな。次のターンやっぱジョナンに入れましょう。それから移動します。さっき落としたジョナン、兵装とか金とかもろもろ足りないんで深夜から輸送します。承知。お、捕虜になっていたシンターさん、バリオで東洋行けるそうです。はい、仲間入り。あとは王獣さん無理か、円環さんも無理でしたね。まあ、これは忠誠下がるのを正しく待ちましょう。そしてやーっと技巧ポイント3000と金5000が溜まったんで、槍兵の奇襲、こちらを研究します。これを習得すると森で槍兵が攻撃時反撃を受けなくなります。完成期間は60日と相当長いですけどね、反撃受けないのはめっちゃ嬉しいんで。ただこの実行武将きついな。こうやって見ると今攻められそうに巨匠になってるんで、使っていい武将が微妙。これ70日になっちゃうけど仕方ない。宝刀劉備秋見ろでやりましょう。一応今諸葛亮も巨匠に移動するようにしたんですけど、次のターンなんないと入らないんで、もうこの陣に取りつかれちゃうな。仕方ない、先にちょっと趙雲とか趙飛とか出します。こちらは、趙雲、趙高、趙飛、韓平、義援出しました。さあ、突っ込んでくるかな？突っ込んできました。陣を壊しに来なかったですね。いって！千も食らった。おーっと、さらに来たな。相手は槍兵か、B かでも、槍に強いのは、騎兵でしたっけ？しかも、劇に有利だった。劇が、槍兵に強いんだ。ってことは義援だな。義援さん行くぞ。熊手だ、引っ張れ。そしてどっか、槍には槍、張飛行くぞ。油断好きだ。うれっつー飛ばした。完璧も行くぞ。油断好きだ。くらえ、飛ばした。諸葛亮と関羽も出陣させました。で、趙雲たちはくー、槍兵対象悪いからな、あんま突っ込みたくないんですけど、他に攻撃できるやつがいないんで、もういいや、やっちゃおう。突進 85%、 打ち出せ。趙高も突進、くらえ、加工とく、めちゃせいよ。だいぶ このターンで加工毒の兵数は減らしました。あと2000ぐらいです。さあ、曹操軍牢獄、曹飛も来てんのか、陣竜も。趙高さん今ガードしてくれたのかな。なんかいろいろ作ってるな。まあ、この機会に何人か武将を捕まえることできたらいいんですけどね。諸葛ちゃん、まず曹高さんに、かくらんじゃい。 100% の成功率。諸葛亮、孔明をなめないでください。で、結構詰まってて進めないな、これ。どうする、突進で加工得だ、蹴散らせ。ちょっと突っ込みすぎてるな今度は。曹操さん攻撃、張飛をまず前に出すか。攻撃、ターンは届かない、完璧、行くぞ、攻め立て、攻め立て、で、義援も、攻め立て、行け、すごいこだわってたな、今、連携が入ったのか。さあ、曹操軍、突っ込んでくる、あ、鎮静してきた、やるじゃないか、おっと、築城だったかな、今。完成しましたね。まあ、この能力研究やっても全然まだつけてないんですけどね。
誰につけるとか考えてるとややこしいんで、全部秋広につけるぐらいでいこうかな。でも確か、一人の武将につけられるの数が限りだったはずなんですよね。まあ、それ置いといて、どうしようかな。総工さんももうあとちょっとで倒せるな、これ。一斉やるまでもないか。お呼びで諸葛亮のやつもな、もったいないしな。どうしよう。趙雲をまず、後ろについて、囲おうとして倒そう。はい、残念ながら捕まえることはできませんでした。で、趙公も横につけて、攻撃。この人数だったら一斉攻撃してもいいか？いや、まだだ。やがれ！関羽を前に出して、これで一斉だ。これで総攻撃を出せる。はい、しかも捕まえました。おりょう。で、この状態で諸葛亮も前に出して、悪兵じゃねえ。かく乱を準優にします。準優、1万2000も兵持ってるんでね。さあ、引き続き曹操軍って思ってたら、長老軍の君主、長老が死亡しました。これは寿命じゃないな。滅ぼされた感じですね。211年11月、長老軍が滅亡しました。どこに滅ぼされたんだ。これは劉将軍に滅ぼされたっぽいですね。北条平氏が突っ込んできたか。諸葛亮に計略なんて甘いよ。曹操さん、曹操で会ってたよな。曹操だった、すいません、曹操じゃねえ、曹操さんです。ずっと曹操言ってた気がする。まずは混乱してるうちがチャンスということで、準優に攻撃をしたいけど、攻撃できる箇所がないな。曹操を倒さないと。いや、曹丕攻撃しよう。で、趙公は準優に攻撃。趙丕も準優に攻撃。で、関は曹操に攻撃。倒した。捕まえました。捕虜。素晴らしいな、関羽。諸葛亮は曹丕かく乱。これでもくらえ。なんかこの勢いで他の都市奪えそうじゃないですかと思ったけど、陳留はすげえ兵数だな。なんか洛陽だったら奪えるんじゃないか疑惑があるんですけど、なんか縁がさりげに溜まってきてるな、兵数が。洛陽取っちゃうとだいぶな、巨匠とかと距離があるから守りにくいっちゃ守りにくいけど、函谷関と五郎館の2つがあるんで、さりげなく守りやすいんですよね。やべえ、行こうかな。ただ米がないんですよね。米が、商人が買えば、商人がじゃない、商人から買えば結構たまるか。いっか、セーラン白梅さん兵器、あれ、あ、各省さん、あれ兵器 S ですよね。やっぱそうだ。これ5000で持たせて、もう200日で、いっか。フォロー感、落としに行きましょう。承知。で、引き続き、義援。曹丕攻撃。関平は準優に攻撃。こんな感じで、どんどん兵減らしていきましょう。はい、曹操軍動いてきました。攻撃か、北燕さんだな。まだ、曹丕と準優は混乱状態なんで、ウルボッコにしてあげましょう。よーし、連携も来ました。攻め立て！攻め立て！曹丕は、曹丕の方行くか。やあ、かっかりー！関羽は準優に攻撃。そして義援は曹丕に攻撃。行け、連携入ったかな。趙雲も1個横にずれて曹丕に攻撃。諸葛ちゃんは黒煙さんも撹乱します。よし。お、光獣さん序章で登用できるって言われてるんでやっちゃいます。これは捕虜ですね。序南で捕まえてる武将がちょっとずつ忠誠下がってきてます。
円環さんは誰も行けないって言われてるんで無理でした。さあ曹操軍どんどん後ろから来るな。諸葛亮狙ってきたな今。おっと円から部隊が出てきましたね。松子健さん倒す。義援で総飛に攻撃捕まえろ。よし来た総飛捕虜。お長鋒が仲間入りで成人しました。いいね。でももうそんだけ年取ってるってことか。悠長にやってると寿命が来ちゃうな。寿命が関羽でやれば捕まえられるかな。いけ、倒せたけど捕まえることはできませんでした。ならば突進でドカンス。はい倒した。誰なら捕まえられるかな。劉備ワンチャン倒せないかな。いや捕まえられないかな。さあ孫霊さん捕まえました。捕虜。はい攻め立てようとまだ関羽に攻撃してきてカウンターで倒しちゃいましたね。やった。お、また月英が武将の登用を進言してきたかもしれません。やっぱり火ですね。おおめちゃいいじゃん。手配させますよもちろん。絶戦です。火さんちょっと火の知力に勝てないかも。いや78か。あれ意外に低いな。火が高いのは政治か。勝負です。やるじゃないか。これで勝てるかな。相手がちょっと怒ってるんで。あ、引かねえ。マジか。これは負けたかもしれません。うわ跳ね返されたし。終わった。負けました。ヒーさん仲間にならず。今月敗れたり。ひどいよ。はい僕接戦に敗れた光月への健康状態が軽症になりました。くー、でもこれは在野にいてくれるのかな。そして龍くんは帰っていきましたね。こっちが引いたら帰っていった感じです。寛平の米がやばい。承知。仕方ない、みんな一回帰るんだ。今回はね攻める感じじゃなくて防衛のために出してたから、とにかくみんな兵糧が少ない。でもだいぶ兵数を減らしたはず。ここ5万以上確かあった気がするんで5万近くかな。はい、序南にいた捕虜の円環さんようやく仲間になるって言われました。はい武将増えました。そうですね、曹操軍の武将こうやってちょっとずつ奪うってことが重要ですね。兵も大事なんですけどね、武将がいなければ兵を率いる人がいないですからね。徐々に徐々にこっちが有利になった感じ。もう陳留とか現役5分の4しかいないですし、洛陽は多いな。13人もいるのか。円は10名か。多いな。やっぱ陳留が狙い目ですね。おっと曹操軍が蔡園解放してくれと。嫌です。蔡園さんは欲しい。そういえば在野に火がいないかみんな忘れてました。いないな。残念ながら、あの、絶戦じゃないと仲間にならなかったようです。はい、サイエン、美子で登用できるそうです。いらっしゃいませ、サイエンさん。もう一人もいけるかな。リツーさん、ダメか。91まで下がってるんですけどね。はい、巨匠から出撃していた部隊は全て帰ってきました。まあ一応、捕虜を捕まえたので、実りのある戦だったんではないでしょうか。特に巨匠はこの布設台かな、これを作っているんで忠誠が下がりやすいんで武将取りやすいんですよね。ただ防衛ばかりしていても前に進めず、どんどんみんな寿命が近づいてきちゃうので、次回は巨匠から円か陳留のどちらかを取りに行きたいと思います。まあ、気持ち的に陳留かな。ですね。まあ、ちょっと状況を見ながらやっていくんですけど、まあ絶対次のパートでは一年奪ってみせます。ということで今回はここで終了です。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。曹操軍待ってろよ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。